オレリー・フィリペティは、ムルトイコール・エイコールもゼルケン・ビルルーマレのフランスの女性政治家、作家、イタリア人の労働移民の家族に生まれた。父、アンジェロ・フィリペティは、共産党所属でも、ゼルケンのオダン・ルティシュ市長になり、在職のまま1992年に死去している。現在リオン高等師範学校に改名したグランゼ・コールを卒業した後に、 古典文学のアグレガシオンを合格し、パリ近郊の中学校及び高校で教えた。政治活動は2000年の緑の投入党で始まる。だが、2006年に、翌年の国会会員総選挙の候補提案の否定を受け、脱党し、最大野党であった社会党を入党し、2007年大統領選挙に、際してセゴレーヌ・ロワイヤルのキャンペーンチームに加わった。 2009年欧州議会総選挙にて、パリを含むイルド・フランス選挙区の社会党名簿において、第3位を占めたが、2006年に脱党した緑の党の名簿の進歩などのため当選できなかった。2012年大統領選挙において、フランスはオランドを支持、彼が当選した後に、文化、通信大臣として入閣した。エロー首相に望まれる内閣の正当化を契機にも、ゼル県で、 国民議会総選挙を挑戦し、2012年6月に当選した。第2次、マニュエル・バルス内閣の閣僚アルノー・モント・ブールとパートナー関係にあり、2015年9月に一首を設けている。ありがとうございます。